情報班です。本日は境内が大変混雑しているため、警察官、警備員が交通規制を行っております。この先プラカードによる規制を行っていますので、警察官、警備員の整理、誘導に従ってお進みくださいますようご協力をよろしくお願いいたします。こちらは川崎警察署広報班です。小さなお子さんをお連れのお父さん、お母さんにお知らせいたします。本日迷子が大変大変多くなっております。お子さんが悲しい思いをされないよう、お父さんお母さんはお子さんの手をしっかりと握ってあげてください。またベビーカーでお越しの方は第三門をくぐってすぐ左手側にベビーカー置き場がございますので、そちらにベビーカーを置いてからお参りくださいますようご協力をお願いいたします。ベビーカー置き場は第三門をくぐって左手側にございます。皆様、寒い中長い時間立ち通して大変お疲れのことと思います。まもなく整理がつきますと規制が解除されますので、プラカードが変わりましたら前の方に続いてゆっくりとお進みください。その際前の方を押したり走り出したりせず、ゆっくりとお進みください。大変お待たせいたしました。ただいま規制が解除されましたので、前の方に続いてゆっくりとお進みください。走り出したり押し合ったりせず、立ち止まらず前の方に続いてゆっくりとお進みください。また歩きながらの携帯電話、スマートフォンの操作、歩きながらの写真撮影は前の人にぶつかったり大変危険になっております。どうぞおやめくださいますようよろしくお願いいたします。
まもなく進んでいただきますので、警察官の整理誘導に従ってそのままで今しばらくお待ちください。こちらは川崎警察署広報班です。本日大変混雑しておりますので、落とし物も大変多くなっております。今一度お手回り品を確認いただきますようお願いします。寒い中、長い時間移動して大変お疲れのことと思います。ご覧下様はもう目の前です。大変混雑しておりますので、プラカードが変わるまで今しばらくお待ちください。お待ちの間に神様へ何をお願い事をするか考えてみてはいかがでしょうか。第3本の前は緩やかなフロントとなっておりますので、お足元に気をつけてお進みください。新年早々怪我をされては大変です。前の方に続いてゆっくりとお進みください。ただいま規制が解除されました。起き合わず走り出さず、前の方に続いてゆっくりとお進みください。ベビーカーをお持ちの方は第3号について左手側がベビーカー置き場となっております。そちらにベビーカーを置いてからお参りくださいますようご協力をお願いいたします。